どれがいいかわからないから、統計的なもの出てきたらどうかなって思ってしまうんです。おっしゃる通りだと思います。多分そういう感じで、ある程度こう統計的なものが出てこないと、摂取したくないなとかってちょっと考えようかなっていうね、いうのがあると思うから、なので、なかなか、上がらないんじゃないかなっていう感じかな。今は多分打ってる方っていうのは、もう最初から打とうかなって、打ちたいなって思ってた方とか、あと、職域接種とか、その医療従事者とかでね、もう、本当打ちたくないんやけど、なんか、打たんと、なんか言われるとかね、なんかいろいろありそうだから、差別とか受けそうだから、打つとかってね、なんかそういうような方々が、今、なんか打ってるような感じかな。種類がいろいろあってってね。で、いろんな報道があるっていうね。で、いろんなネット探してもいろんな情報があるっていうところで、どうなんかなとかね。統計的なものは出てきてからっていうのは、僕も思いますよ。コロナには効くんでしょうけど、あとはどうなん、あとはその他のことね。まあ、副反応もそれはそうなんだろうけど、それだけで、いいのかなっていう感じだよね。僕ちょっと思うので、なので、検討中って方が、特に若い方って多いんじゃないかな。60歳未満の方とかね。高齢者の方はやっぱり打ちたいってね、とかって思われてる方が多いそうなんで、ある程度、い、あの、来たら、まあ、こう、統計が出てくるのはいつなんかな。ちょっとわからないんですけど、まあ、そこからどうしようかなとかですね。っていうふうに思うんですけど。